チャオ、あっちゃんです。今日6月の26日火曜日、あっちゃんの、お昼ご飯パスタにしますよ。ということでね、ちょっとこうライブしながらね、また公開録画をしながらパスタを作っていきます。まず湯が沸いてくるんで、湯に塩入れます。カメラに当たってしまった。はい、そこでパスタを入れましょう。こんな感じです。あさりさんちゃうでーす。はい、ライブしながらパスタ入れていきたいと思います。まあ、こんな感じで。ちょっと、よいしょ。パスタ、撮ってるかな。ちょっと待ってね、作るときね、あんまりもしかしたら喋られないかもわからないけども、行きましょう。かすみさん、はい、ちゃうです。あ、サラダ丼、いいねー。さあさあさあ、ちゃおです。はい、ありがとうございます。ということでね、あちゃんもサラダも食べようかな。サラダって言うほどじゃないけどね、まあ、軽く。よいしょ。では、パスタをぎゅーっと。これがちょっと、ちっちゃい鍋だと熱い。はい、こんな感じでいきます。入れていきましょう。はい、ごめんね、ちょっと読めへんかった。ゆうちゃんちゃおです。花子さんちゃおです。これですね、パスタね。はい。あ、そうめん、いいね。はい。これね、前にも紹介したけどね、トング、いいやつ買って、こうやって下向けて開いたら開くね。上向けて一回閉じたら開かへんね。いいでしょ、これ。こうやった使えるね。なかなかね、うん。なかなか、まあ、使い勝手のいいやつです。で、まあ、茹でときましょう。はい、あ、コビキャッツさんちゃおです。コロミンさんちゃおです。ねえ、このトング便利よね、コロミンさん。ただでもね、時々パンって開いてびっくりするときあんねんけど。ちょっとね、サラダ作って、今映ってないので、作っとるときあんまりコメント返されへんかもわからんけど、食べるときいっぱいお話しましょうね。はい、ちょっとね、サラダを作ろうかな。サラダ言うほどでもなく、軽くね、簡単に。サラダ言うたら、それサラダかって言われそうなサラダを作ろう。出して、塩を、まさかさ、いろいろ野菜とかもちょっといろいろ見とってね、なんかこういるやついらんやつ分けとったんや。今声ばっかりで何も進めないと思うんだけど、ごめんなさいね。ライブしてんのにライブのカメラの前からおらへんっていうわけわからん状態ねんけど、ちょっと待って、軽くサラダ作るから。でもこんな感じ、サラダ作ってきました。で、まあ、サラダ言うたらサラダもサラダ言うてええんかって感じやけど、はい、で鍋変えます。でここにね、オリーブオイルをちょっとだけ入れて、昨日の残り、これを使います。これをね、ざーっと、もうレンチンでもいいんだけど、一応フライパンで温めた方が、いいかなと。パスタが絡みやすいかなと。よいしょ。さゆりさんちゃうでーす。はい、これをちょっと温めて、でさらにパスタじゃない、サラダを塩で、ブラックペッパーで、白ワインビネガーで、危なっ、もうちょっと足に落としてもらった。全然で。
と思って、トマト、ごめんね、ちょっとね、ライブ中に全然見れてなかった。で、でも食べる時まで待ってね、お話は。で、オリーブオイル、オリーブオイル、はい、オッケー、サラダ完成。汁が足らんなったら、この汁を入れて煮込んでいきます。もうちょっと待ってね、50秒ぐらい、そしたら、あと難しいね。で、パスタが茹で上がったら、入れて絡めていきましょう。もうちょっと完成ね。はい、マッチョチャオでーす。ちょっと待ってね。はい、完成。で、盛り付けたら、これで完成です。で、粉チーズが今ないから、パルメジャンチーズだから買いに行かなあかんねんけど、だからここにね、もう普通のプロセスチーズ、チャワ、ナチュラルチーズ、溶けるチーズ入れましょう。フライパンの中入れるつもりやってんけど忘れてて、チーズなくなってる。完成です。では食べましょう。いけなかった、もう一回やろう。危な、ピーを取りなかった、もう一回や。はい、できました。昨日の残り物の鶏とチキンのパスタね、茶は鶏とチキン支援、鶏とトマトと野菜のパスタ、に、チーズと、あっちゃんガーデンのバジルを入れました。で、適当に作ったサラダと、コーヒーのカフェオレで、食べましょう。はい。ということでね、行きましょう行きましょう。パスタほんま伸びてまうね。お、時々こうやってね、録画忘れんね。今も気づいてよかったよ。赤ランプついてる。なかったよ。はい。ということで、こんな感じで食べます。いつもこんな感じにやってからね、食べてね。はい、では、いただきます。はい、食べましょう。まずサラダ。よいしょ。あ、おいしい。ゆめろさんちゃうでーす。サラダおいしいよ。うん。ズッキーニが最高。はい、あ、みどりさんありがとう。美味しく食べます。めっちゃ美味しい、ね、ブラックペッパーもちょっと足すわ。美味しいね。コロミさんありがとう。まあ適当には休んどるけどね、しんどい最近。アモさんサラダ飽きてきたところ食べて。ねえ、ゆかりさんチャオでーす。あっちゃん料理食べてみたい、ありがとう。はい、どうぞ。ペンペンさんチャオです。はじめまして、ありがとうございます。いつも見てくれてありがとうね。はい、ライブしながらなんでね、
これね、昨日の残り物、鶏と今日の晩ご飯動画に出すねんけども、鶏とトマトとあと野菜で、焼いた鶏を煮詰めたソースで絡めたみたいな、なんていうかようわからん名前の残り物のパスタです。えみみさん、今日朝ね、パッチリ起きられましたよ。何時間寝たかな？あれからちょっとしか寝たから、2時間ちょい寝れたかな。ほとんど寝てないんだけど、眠たい。肉じゃが煮込んでんの、おかげさん。いいね。肉じゃが美味しいよね。お昼チョコレート甘いのもいいね。ありやね。冷たいそばいいね、ペンペンさん。あちみたんさん、ちゃうでーす。冷たいおそばいいね。量がね、冷たいおそば好きやから。ざるそば好きやからね。結構、食べんねん。暑いわ、今日。たまらんね。では。あ、カレーいるか言わせた。あらららら。ね。はい。なんかわけわからんやつ来たな。はい、みかもんさん、ありがとうね。ねえ、みさん、台所立ちたくないよね。いいね。あ、このみさん、晩ご飯ねえ。あちずももうね、晩ご飯の時間になってから冷蔵庫と相談で適当に作るんだけど。なぜダイエットダメ、ウォーキング。ウォーキングね、あっちゃんもしゃなあかんねんけどね。今日の朝ごはん動画でね、言ってたと思う。テレビでそんなこと言ってたから、じゃあもうちょっとウォーキングしゃなあかんなと思うね。ありがとう一緒。あ、ありがとう一緒。そうそう、そばあれやからね。憧れのりょうくんで、ありがとうね。りょうのファンいてん、りょうのファンいっぱいいてんね。ありがとう。伝えときます。はい。暑い。あかりさん、生まれて2回目ありがとう。ねえ、特に玉ねぎヨーグルト、ああダイエット効果あんねや。ねえ、左利き、あっちゃん右利きやねんけど、携帯からライブしたらね、画像が反転すんねん。逆なんねん。あ、ゆうちゃん、あっちゃんの夢見てくれた、ありがとう。ねえ、でもおばあちゃんから嬉しくない、そんなことないよ。でもね、でも喜ぶと思う。伝えときます。はーい、おじいちゃんちゃおでーす。レディーさんちゃおでーす。あ、仕事帰り、お疲れ様。ゆりゆりさんちゃおでーす。タラちゃんちゃおでーす。はーい、はい、こいつ気持ち悪いやつやな。あ、ごめん、ちょっと心の声が出てしまった。なんかわけわからんアホみたいなのが一人来とるけど。まあまあまあ、そんなどうでもいいや。目に入ったらつい呼んでまうねん。かもたらあかんね、無視しとこう。あかりさん、娘ちゃんの家庭教師やってんねや。頑張ってくださいね。はーい、そう、変なやつおるよね。多分ね、変な薬決めてるんちゃうかな、こいつ。もうね、まに薬打たんとホームラン打てっちゃう話やね。ありがとう。はい、アピートモさん、ね、パスタとね、サラダ、サラダも、イタリアのまんまのドレッシングって言ってもほんま簡単な塩コショウ、酢レモンオリーブオイルだけのパスタのドレッシング。そう、あ、山村さん、昼モデレーターさんいてないのかな。かも。美味しいよ、パスタ。はい、
コビーキャットさん、はい、あーんちゃんと負けてね。エアコンつけてない、まだあのナチュラルエアです。窓開けて扇風機炙ってんだけど、まあまあね、あの暑いのは暑いで31度になったけど、まあ、そんな激アツじゃないねん。耐えられんことはないねんけど、うん、汗がね、うんうん、うんね、うん、カマチョはね、かまったら嬉しがるから、うん、喜ばしたら何もでも生きよるから、うん、ほっといてもらえんかもからね、うん、はい、モモペンさんはじめまして、ありがとうございます。アナナさんちゃうです、はじめまして、初ライブありがとうございます、はい、アクロミさんつけてない、昨日つけたん、うん、しょうもない、これちょっとさよならしたろ、こいつアホちゃうかも、うん、気持ち悪い、もう、うん、はい、久しぶりにあるやな、ライブで生で一人ブロックしちゃったあ、メロンパン、みどりさん食べた、メロンパン美味しいね、うん、はい、あ、枕のよだれめめさんめめさん33度、夜19度、うわ、体調崩すよね、みんなね、体調管理ちゃんとしてくださいね、うん、この皆さんね、楽しいライブやのね、深いのやつはね、うん、さようならしよう、うん、皆さんこんな感じでいいちょっと待って、足が熱い、コミキャットさん危ない危ない、あの、うん、肉じゃがちゃんとね、あの、ひじるめてきてくださいね、あかりさんありがとう、ね、あ、こっちさんかな、はい、チャオでーすまあね、目が悪くったってね、携帯の字が小さくてほんま読めへんね、そう、ちょっと日焼けしたかも、あの、事故した時にさ、1時間ぐらい現場検証で外にいたやんか、日焼け止めしてたのに顔真っ赤っかやったん、帰ってきてから、帰ってきてからちょっとローションバー塗ってじゃって冷やしてんけど、顔すごくほてって赤かったね、ちょっと日焼けしたかもと思って、あ、このみさん、炊飯器ね、うん、新しくなってよかった、おいしいよ、ご飯、うん、もうちょっと早かったよかったと思った奈良さん、暑いよ、ここも今31度湿度が60何倍やから、まあ、そんな深いじゃないんだけど、めっちゃ暑い、ゆめさん、美白かな、ありがとう前前さん、ちゃおです、コットンキャンディーさん、炊飯器おすすめ、あのね、あっちゃんいつもね、炊飯器はこだわって結構いいの買ってたん で、今回もういいの欲しかったんけど、今ちょうど急にやったから予算立たへんかって、でローンで買おうかなやんねん、でも結構評判も良かったから見に行ったね、電気屋さんで聞いたら、炊きたてはあの高いやつと遜色ないって言われてん、あのアイリスね、だからあれにしてん、で最悪わかんだらあれ煮込み用とか、あの炊き込みご飯用に変えてもいいやと思って、炊き込みご飯用の釜もダメやから、うん、だからそう言ってんけど、すごいいいよ、美味しく炊けるよ、あ、奈良さん、パン、チョコパンとかき氷いいねそんなんもいいよね、クミネさん35度よ、そ、暑いな、気ぃつけてね、はい、あ、はい、アペンペさん29日バースデー歌いましょう、はい、大丈夫ですよ、29日今週末やね、行きましょう、タンティアグリアーテ、タンティアグリアーテ、タンティアグリペンペンさんの息子ちゃん、タンティアグリアーテ、おめでとう、29日もね夜ライブするんでね、またよかったら来てくださいね、はい、あ、みくさんはじめまして、ちゃおです、ありがとうございます、高校の息子ちゃんのお弁当ね、大変やけどね、お互い頑張りましょうね、うん、登録ありがとうございます、はい、あ、こっちさん、あっちゃんのパスタ食べたい、はい、どうぞ、あん、あ、ガスの炊飯器っていうね、ちゃん使ったことないんだけど、あっちゃんプロパンやからね、プロパン用のカバンなのとは思うんだけど、そう、あ、焦げるとこやった、危ない危ない危ない、小池さんよかったね、ギリギリで、はーい、クミネさんありがとうね、シリに聞いた30度、わー、
ねえ。アバムさん、あやすみです。夜みたい？夜ね、夜中はね、昼間ね、またちょっと一段落ついたら、あのゲーム、あれ先行やから、先行の間にちょっとやり込みたいから、あのザ・クルー2ドライブライブ、今日ちょっとやっていきますね。はい。あ、動画の方ほとんど見てなかった。ライブと両方やってるからね、うん、ライブ画面ばっかり見てて。あ、来た、涼しい。夜寒いの？風邪ひかんようにね、気つけてね。なら暑いよ。昨日暑かった。昨日もどうしようか悩んだ。裸で寝るか、うん、パジャマ着ようか、どうしよう、パジャマっていうかね、Tシャツ着ようか悩んで。結局まあでもね、夜中急に寒くなって風邪ひいたらあかんと思うんだから、うん、ロングTシャツ着てんけど、暑かった、うん。だからすぐ寝られへんかった。で扇風機ね、タイマー1時間かけて寝た、うん、でも時々ね、暑い思って窓開けて寝ると夏だね、もう風邪ひくねん、寒くて。そう、うん、暑い、うん、こんな感じね、うん、ライブしながらお昼ご飯もいいね、うん、なかなか忙しいけど、あっちゃんちょっと不器用やから。あ、カルマさん、はじめまして。ありがとうございます。チャオです。あさゆりさん、ありがとうね。おやすみ、あ、休みじゃないわ。またね。はい。暑いわ。暑い時はね、こうやって。うん、あ、ちいちゃん、T シャツの色きれい。ありがとう。なごみさん、チャオでーす。このシャツ肩が落ちないとかよう言われんねんけど、そんなこともないと思うんだけどな、分からへんねん。こんなもんちゃうん、 T シャツって、ね、うん、暑い暑い、たまりません。キャミミさん似合ってる、ありがとう。昨日ね、いろいろ、うん、話しとって、なんちゃん女の子に見えるよって言ってくれて、うん、嬉しくてさ、うん、やっぱ大きい？な、ちょっと持ってるかも、持ってるしかね、持ってないで、あの流れたお肉を寄せてるだけ、まあね、はい、やっぱりね、うん。ブラで変わるもんね。はい、まだ浴衣。浴衣も可愛いけどね。浴衣意外と暑いよね。うん。赤沼さん、ありがとう。はい、嬉しい。はい。あ、変なんだった。レディさん、一応ナチュラルパイパイなんで、うん、一応ね、自分のお肉をね、寄せて持ってるだけで、うん、中に何も入っとらへんで、時々なんかね、タオル入ってるとか言う人もおるけど、入っとらへんで。あ、黄色いスイカいいね。黄色いスイカも美味しいよ。うん、そう。あっちゃん、子供の頃ね、近くで黄色スイカ作ってた人だからね、黄色スイカばっかりもらって食べてた。うん、アニコちゃん、チャオでーす。今日はね、パスタ食べてんの。うん。ミルさん、ちょっとだけお昼寝しようかな思ってね、15分ぐらい。うん。佐伯さん、今日ね、何かまだ考えてないねんけど、昨日鶏肉やったしね、今日、まあ、豚肉で何か作ろうかなとは思ってんねんけどね。うん。天野さんね、スイカの時期やね、メロンも美味しいよね。あ、これね、甘くないの。ミルクに、無糖の、あの、コーヒー、あのティーコーヒー、うん、あの煎茶とコーヒーのやつあれ入れてんね。今日は全く甘くないやつです。はい。あぶひめさん、今お仕事帰り、お疲れ様。ティッシュ買い込み？あ、300円。ティッシュもね、ほんまに安で買い込んどかんと大変よね。意外とね、あっちもいなくなったりして、あらってなるもんね。うん。
あ、ペンペンさん、夏祭り行くよ。祭り好きやからね、行きますよ。はい。あ、コットンキャンディ、今ね、コンビニで売ってんねん。出た。これこれ。ティーコーヒーって言って。うん。なんか、ブラックコーヒーと煎茶。それと、ミルクコーヒーと煎茶とか、煎茶やったっけな、おじいちゃんやったかな。なんか、そんなんもあんねん。よかったら、また、あんまりめちゃくちゃ美味しいわけでもないけどね。まあ、後味お茶やねん。一口目コーヒーやねんけど。うん、おー、キムティナさんチャオでーす。これね、一回飲んでみて。うん、まっちゃんね、前ね、ミルク入りは飲んだけど、ブラックはもう一つ、ちょっと微妙かなと思った。だから、ミルク入れて一緒に飲んでんけどね。子供もね、買ってきて、当たったらしいね、コンビニで。で、飲んでんけど、ちょっと微妙やからあげるって言ってくれて。あ、奈良さんは冬が好き。あっちゃんね、夏好き。夏暑いけど開放的なんで好き。冬も嫌いじゃないんだけどね。あ、スシロー行くの？いいな。あっちゃんも連れて行って。あ、マムさん、あっちゃんのコーヒー美味しそう。ありがとう。どうぞ。あ、ちょっと待ってね、誰か来た。来客でございます。はい。ちょっと待ってね。はい。はい。暑い。もう汗汗。暑い。何の話しとったっけ、忘れてしまったよな。まあ、見てごらん。汗だく。ごめんね。はい、ちゃんと足切れ、ありがとう。ライブはね、ライブの時もしね、変なやつ、止められへんから、ポロリもあるようになってしまったらあかんからね。ポロリないけど。これね、ナポリタンじゃなくてね、あれ、昨日の晩ご飯の残り。ことでライブ好き。あ、ゼッケン来たよ。見る？ひらみせやで。あとは楽しみに、体操服が来た時にね、楽しみにしとってください。はい。あ、じじいさん、はじめまして、ちゃうです。なんでやねん。今日2回目の初見詐欺。はい、あ、じじいさん、かわいい。あ、長岡の花火大会有名やね。行きたいな。いいね。あ、コビキャットさん、ゼッケンね、あの人、ラブケイさんが作ってくれた、あっちゃんにね、変なコスプレさそうとして。あ、おいちななしさん、ちゃうです。暑いね。たまらん。はい、ななさん、ありがとう。夏バテね、みんなも気をつけてくださいね。やっぱりね、夏バテ防止には食べることやと思うね。頑張って、暑いけどね、いろいろ食べましょう。3食ちゃんと食べたら夏バテだいぶ防止できると思うね。あ、おことぎやさん、ラブケイさん作ってくれて。ラブケイさん、自分のアイコンにしてあげるよ、今。あ、最近さん、自分食べるの嫌やかな。でも残りもね、はかんともったいないし。そう、じいさん、まだ昨日つけてん、子供帰ってからつけてんけど、あっちゃんした時もったいないからつけてないね。だから、扇風機で我慢してんの。あ、山村さん、そう、これ島村なんかね、セールやってて500円で買ってん。かわいいし、安かったから。そう、ラブケさん、アンチちゃう？めっちゃ優しい。そう、優しいね。でもね、自分では固くなにアンチやって言うね。みんなにバレてそうな気はするんだけど。あきみかよさん、ありがとう。初チャットありがとうございます。
小峠さんね、そうファンやのにね、アイドルすごい。今かわいいよこれ、500円やってん。ほんまね、トムとジェリーがあってん、それ欲しかったんけど、LL やってん、ね、測れへんかってん、ダボダボやったから。なんかで見てたら、ミッキーがあってん、あ、こっちの方がいいやと思って、んでミッキーにした。はい。アリーナさん、チャオです。ありがとう。あやたいさん、チャオです。あ、ママさん、一丁一丁。うん、1000円以下のしか買わへん、あっちゃんも。高いもんね。あ、来た来た。西岡和夫が来た。チャオでーす。ラブケイさん。まあ、じゃあ、自由も安いよね。そう。もう自由か、ユニクロか、島村やねん、もう。ねちじゃ、島村安いよね。そう。あ、ママさん、100円で買った天国やね。確かに。うん。おてめさん今、あ、島村行ってきた。ニーズも100円の時間がわへん。一緒やね。リーさん、そうそう。ラブケイさんはね、みんなのアイドル歌手で、あっちゃんねんの歌を奪われそうや。島村線ね、ビッグサイズとかもいろいろあるもんね。うん、ゼッケンかわいいでしょ。じいさんの全部100円。いいね。なっちゃん大体ね、あの島村とかか、そこちょっといよいよ服欲しいときは、セカンドストリート行くね。あ、あのね、だっけ。ハードオフ。山本さん、あ、関東アンチ57歳のアルバイト。まだアンチ言うとる。どれしようなんだろう。美味しい。あ、ごちそうさまじゃない。ちょっとね、これ、もう食べようって完食してんけど、もったいないから、フランスパン取ってて、あの、拭って食べます。めっちゃ、それぐらい美味しいね。ちょっと待っててね。暑い。はい、ことでね、ちょっと。あ、大好きで、ありがとう。パスタね、少ない目で作った。あとでこれ食べようって。めっちゃ辛すないって。うん、美味しいわ。うん、今日なんかカメラの方全然見てないの、ごめんね。今日のご飯動画なんかちょっと、ライブの方に、ね、意識いってしまって。あの両方いけるように練習します。フランスパン美味しい。ぜひ小池さんパン食べてください。ペンペンさんまだね、あの考えてないね。あ、ピーマミさんちゃうでーす。リュウヘイさんちゃうでーす。143人も来てくれてる。はい、このあ、ミッキーのパンツ、あなた脱ごうか。あかんあかんあかん。パンツ丸見えになってしまう。うん、何せ今クーラーじゃ快適。でも子供快適だクーラーいようかな。はい、完食しました。ごちそうさま。美味しかった。はい、それはどうかと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯食べてから調べれば、もう一回待って、もうちょい待って。ニラ豚いいね。うん。なんちゃんも豚肉あるからなんかしよう思ってん。豚肉を、なんかこう、スタミナ焼きみたいにしようかな思ってんだけどね。うん。なんか考えます。はい。うん、そう、なおみさん今日ね、あの、喋りながらライブやんねん。
あ、うちなちにさん、はい、秋田寒い、あ、秋田なんや。ね、今日は秋田の人多いね。はい。あ、カレー、いいね。はい。あむさんね、また喋りましょうね。うん。はい。かずみさん、早くね、ごちそうさましますね。あ、3ミリ、あやのみと3ミリって危ないね。そろそろ開示も変えた方がいいと思います。はい。もうちょっとね、佐伯さんします。もう、さっき動画だけ止めますね。はい。メガヒカさん、チャオでーす。では、行きましょう。はい。ということで、今日のあっちゃんちの、あ、シャワー、今日のあっちゃんのお昼ご飯、残り物でパスタ、0円パスタ、ね、美味しかったです。ということで、今日のパスタ、残り物パスタリメイク、シャワー、残り物リメイクパスタ、よかったよと思ってくれたら高評価を、で、応援コメントとか、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいですよ。またね、バイバイ。